さあここからはこんな企画をやってみようと思い、この音はまさか。はい、割り込み失礼します。皆さんが今いるのは舞台の上ということで、ここからはオーディションの時間です。はい、なんとエル様からオーディションのお誘いでございます。はい、はい、ということでここからはこんな企画をやってみようと思います。はい、オーディションスターライト。今回はですね、別室にいる私含めて3人にオーディションにチャレンジしてもらいます。もよよんとルータンは監督と助監督役をやります。はい、まずルータンが物語の設定を発表します。はい、そしてオーディションを受ける私たち、そしてお二人皆さんは演じる登場人物のカードを事前に渡されておりますので、その役でオーディションを受けてもらいます。最初の物語の設定を発表してください。今回のオーディションの設定は三角関係王道ラブストーリーでございます。ラブストーリー、また難しそうだよ。では皆さん、はい、挑戦する役を確認してください。せーの。あ、ヒロイン。ミエタンヒロイン。で、ミータン。ヒロインに思いを寄せる男 B。 ヒロインに思いを寄せる男 A。 はあ、ライバルですね。なるほど、三角関係ということで。そういう感じか。はい、はい、というわけで役の確認ができたところで、はい、早速オーディションスタート。まずお一人ずつお名前を教えてください。花園チューリップです。なるほど、どうぞよろしくお願いします。花園チューリップさん、よろしくお願いいたします。花園チューリップです。あ、なるほど、ちょっとペンが入るんですね。かしこまりました。ラベンダーカズマ。ラベンダーカズマ。カズマじゃねえから、カズマだから。カズマ、長い棒がつくということで。城之内バラオ。すっかり役にね、ちょっと皆さん入りきっていただいて、皆さんそれぞれ好きな食べ物を教えていただいてもよろしいでしょうか。菜の花のお漬物です。なるほど、菜の花のお漬物美味しいですからね。毎朝食べます。あ、毎朝食べられる、素晴らしい。なんか健康的でいいですね。それではカズマさんお願いします。リップの好きなもの全部。あ、どうですか監督、これは素晴らしいのではないでしょうか。ヒロインに寄せていくっていうパターンですけれども、はいはい、ときめきポイント5万点、素晴らしい。城之内さんお願いいたします。甘いものが好きかな。あ、甘いもの、ギャップギャップ、素晴らしいですね。ちょっとアンニュイな感じを醸しつつ、甘いものが好きというギャップでヒロインのハートを狙っていってるって感じですかね。まあ俺の方がリップのこと好きだよな絶対。すごい即興も入ってくるんだな。なんでこいつと仕事しないといけないんだよ。喧嘩はやめて。素晴らしい、私のために争わないで。すいません、ここから監督からも質問が入りました。皆さんの座右の銘を教えてください。美しき花にも礼儀あり。ヒロインっぽい。ちょっとでも高飛車というか、ちょっと位の高い方なんですかね、チューリップさんね、もしかしたら。うん、リップがいるとこにカズマあり。寄り添おうとしてくださってるんですね。どうですかこのあたり監督。ちょっと渋い顔をされているのかな、どうかな。あ、ちょっと怖いそうです。やっぱいつも見てるから。あ、影から見てるんですかね。うん、まあ、片時も目を離したくないということで。そういうこと。なるほどなるほど。では城之内さんお願いします。世界のルールは俺だから。なるほど、ちょっと俺様系も入っている。 OK、 あ、監督的には OK だということでございます。あ、監督なんでしょう。はい、あ、これはいい質問ですよ。あなたにとって愛とは何ですか。世界
界です。リップってことなんじゃないの。視聴してくださっております。心に響きましたね。あ、ちょっと涙もね出てるみたいですね。腹立つけど俺もそれには同感。そうやって真似するって自分持ってねえの。カズマーさん、バラオさん、最後のアピールを。お前守れんのは俺だけってことだよ、カズマ。ありがとうリップ。これは傾いてるのかな、ちょっと心が。カズマ、リップ、お前に拒否権ねえから。結局のところどっちを選ぶの。バラを。あなたが好き。まさかの。でもここにバラオがいます。バラオ。あ、はい、バラオ、バラオさんが。こっちにカズマいます。あ、手つないでます。あ、何ですか監督。やばい女なのではと。そんなことないわよ。はいはいはい、ここまで。少女、なんか不思議な感じにもなりましたが、皆さん全員オーディション合格でございます。